聖は中国の南北朝時代に、江南に存在した国、南朝の一つ。北朝の北西や春秋戦国時代の聖などと区別するために南西あるいは小筆都市とも呼ばれる。建国者の小道なりは、前漢の高祖留法を支えた行進、昇華の子孫を称した。少なくともこの時代には高い家柄ではなく、南朝宋の下級兵士から徐々に出世して、 北義戦線で群抜化して実力者となった。南朝宗の明帝の時代に実力をつけ始めた、小道成は、明帝の死後に発生した皇族の甲州史史で、慶応王琉球藩や慶州史史鎮、有これらの反乱を平定した。一方で、皇帝、劉明は残忍で、小道成の実力を恐れて排除を図ったため、477年に、小道成は、 竜明を殺し、その弟の巡帝を擁立した。こうして、皇帝の配立を決めるまでになった、正道成は、479年に、巡帝から禅城を受けて、南朝政を開いた。正道成は失素権約を基本とし、学問の発展にも努めて、国政を安定させた。だが、正道成は、在位3年で482年に死去した。 長男の第二代皇帝武帝は、南朝宋の末期からの荒れた政治を改革するために、全国的な検知を行い、国力を上昇させたが、一方で、税は過酷であり、国内では、東宮野の反乱が起きた。493年に、武帝が崩御すると、その長男の息子すなわち孫の背帝移りを、背帝界両王が相次いで擁立されて、 両帝もに494年に殺害される異常事態になった。その次に即位した武帝の重帝の名帝は悪名高い皇帝で皇族の将王、正道成や武帝の子孫24人を次々と殺戮して恐怖政治を敷き皇族の権力を一層弱体化させた。498年に名帝が崩御すると後を継いだ次男の敗帝東倉子も 残虐な皇帝として知られ、世に悪道天使、殺戮王と言われて悪逆の限りを尽くした。東倉公は皇族のみならず、官僚、民衆を虐殺して、宮廷では過剰な射死をしたために、政治は大きく乱れた。この犠牲者の中には、南朝政の皇族で、小道なりの属帝にあたる小巡視のこの小尉も含まれており、兄を殺されたことに激怒した。 小尉の弟の松園は、501年に、慶州女陽において、藩陳や豪族、土豪を結集して拒兵し、健康に進撃して東倉公や側近を粛清した。松園は、東倉公の弟の和帝を擁立するが、502年に、和帝から禅城を受けて、南朝張を建国し、南朝政は滅亡した。和帝は、同年のうちに殺害されている。なお、 明帝のこの商法とらは、西賀量によって滅ぼされると、北儀に亡命したが、527年には北儀に反乱を起こして自立、一時的ではあるが、生の皇帝を称している。南朝生の文化的な中心は、武帝の次男の教領将種吉のサロンであった。彼の邸宅である西帝には、当時の第一級の文人が集い、その代表的な八名を、 橋梁の八友と呼んでいる。松円も、その一人に数えられていた。昭道なりは、南朝宗から禅情を受ける過程で、南朝宗の皇族が互いに殺し合い滅亡をなしたことをよく知っていたため、一族には南朝宗の二の舞を演じぬようにいさめていた。だが、明帝や東倉公のために結局は、同じ末路をたどる結果となった。南朝政では、武帝の時代に、 南朝層の公文稼働から開始された大使制度が、不正や不法行為が繰り返されていたことから、小種氏の提言もあり廃止した。また、地方政治を安定させるために、地方間の任期を長期化して、それを通じて、民政を改善させる施策を採用した。だが、その一方で戸籍の不正が繰り返され、税金や不疫を免除される指人になるために賄賂が横行して、 戸籍を改ざんしたりして、南朝製の財政基盤そのものが破壊されていき、その不満から486年には、東宮野という庶民が反乱を起こしている。反乱自体は鎮圧されたが、戸籍の改ざんで、税収は減少し不益につくものは減り、残されたものが、さらなる税悪に苦しむ、悪循環へとつながった。ありがとうございます。